も食い、本城六男。雪まびれになったアボは、精魂からした顔で帰ってきた。一日村を歩き回って、もらったのは蕎麦柄の袋だった。それでも、死災に見ると、多少の粉がふるい落とされるかもしれないというのだ。救済ゆうて、一体いつのことやら、誰ももう耐えきれんわ。明日は役所に押しかけるんやと。 そして袋を投げ出した。食べるものかいと子供たちはアボの顔を覗き込み袋の中に手を入れた。大きな子はそわそわしていた。蕎麦柄やないか。どうして食うん食うんじゃアボは断言した。引き薄の用意をせ。はようせい引き薄の石に挟まれた蕎麦柄はぐしゃりぐしゃりと 後ろに落ちてきたそれを見ていた亭主は広い手のひらでかすんだ目をこすった「誰が役場の話した?」「指揮者のたっちゃんやがうちも今日は真心からそう思うてきたわい」「あんにゃさえりゃあなんせなんせ働き手は徴兵に取られるしなんせ食うものさえありゃあなあ」女房はその上愚痴らなかった。 殻をふるって黒い鍋に溜めていた。売るものは無茶な安値で、それさえたくさんはなかった。馬も痩せたが売ってしまった。兵隊暴行のアンニャが、北海道の百姓になったとき、三年の年期で働きためた金で買ったやつだったが、アンニャが帰ってきてから、どんなに怒ろうが仕方がなかった。その妹は、尋常を出ると、すぐ金に変えて町にあった。 そうしてガツガツ生命をつなぎ次の年次の年と考えていたが今年はもはややりきれなかった夏が遅く巻きつけが遅れたそこへ水害だおまけに秋は途方もなく早く霜を下ろしたどこぞは戦争が起こったそうな一体どなになるんぞえ,えええ具合にふぶいてきたと亭主は別なことをつぶやいた 日頃考えていたことを女房に合図した。ザラザラするそば団子を食ってしまった子供に、アボは厳しく申し渡した。早う、食え起きとると腹が減る子供は、むしろのような布団に潜った。ひさしの合間から吹き上げてくる粉雪が、ささと、布団からいろりの上に落ちていた。ば端でひそひそ話していた親たちは、 やがてこっそり出て行った。郊外は先の見えない闇夜だ。吹きまくられる雪が真正面から呼吸を塞いだ。田次いらが思い切って歩き出した。雪は思った通り深かった。その上足跡はすぐに消されるほどふぶいていた。腿まで入る雪の中を四つん這いになって歩いた。ゴーと荒れてくると、 鼻先の亭主を見失う。その度に女は細い。だが、力を込めた声で呼ばった。当藩離れずに遅れ取るんじゃない借りるんじゃ離れんとくれ腰から下は雪に埋まった男も、その声のする度に立ちすくむ。彼はじっと首を立てて、方角を見失うまいとする。心を振り立てて、 もうじきじゃぞと女房を励ました雪の原野を歩くのは長い時間を費やしたやっとたどり着いたと安心した時は正真正銘この畑に埋められているはずのバレ鈴書は他人の所有物だと考え出した夜更け吹雪に紛れて竹の芋を掘ろうとするのは全く切羽詰まったからだ 目印に立っている棒につかまって、よろよろしている女房に力づけた。この下じゃぞ老い子を外した男は自分でスコップを持ち、女には桑を握らせた。雪は下になるほど硬く凍っていた。しかも上からは休みなく降り、風は平原の果てからうなりを立てて吹きつけ、吹き溜めていた。掘る片っ端から埋もれてゆく。 疲れきった二人は、ただ、芋があることだけに、必死の力を絞り出していた。つ、土が出たぞと、男が穴の中で叫んだ。女は、くを穴の底に打ち込んだ。バサリと、煙幕の缶が引っかかった。もう一くわ打ち込んで、彼女は、湿った土に座り込み、両手で、やたらにかき回した。声を低くした男は、 しゃがみかかってあるかと言った女は呼吸せわしく長いことかき回していたがべたっと尻もちをついたおおろし屋一個もないわいない今まであろうはずがないはずがないと女房は身震いして亭主をゆすった吹きつける風の音に自分の声を消されまいとその頭に かじりつくようにして叫んだ。と、ともがいするんかどこも食うものはなしになった明日は役場にどうでもおし掛けるんじゃなあ、とっつぁん